あの人の元におったらいくつ首があってもたらしまへんけどな。親方様の一言で皆さんやる気になるのは結構やおまへんか。行けよ、よく来たな。光秀様から来月1日頃に本能寺にて茶会を行いますので、そこでと伝言です。光秀さんがやる言うてあるけど、例のものを用意してくれ。さあ逃げますよ。どうですやろ、新左衛門に見晴らすのは。殺したかったらそこで御随に。お手は毎朝自分の首をよう洗うようにしております。天下平定まで着物の襟はパリッと綺麗にしときたいもんですわ。